どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は総市末市町の麺屋ひろさんにお邪魔しました。こちらの花びらチャーシュー麺をいただいてきましたよ。最後までお楽しみください。末吉宝部インターから車で15分くらいのところにあります総市末吉町の麺屋ひろさんにお邪魔してます。こちらが麺屋ひろさんのメニューになります。今回はこの中から花びらチャーシュー麺で、スープの味は味噌をオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。いただきますということで、スープからいただきます。麺屋ひろさんのスープうまいんですよ。とろっとろとしたスープ、濃厚でコクがあり、あっさりしています。動物系のうまみと味噌のうまみのバランスのいいスープのベースは、ひねどりの鶏ガラ、さらに下処理をした豚ロース肩を入れ、そこに中油を加えているそうで、味噌は白と赤の八丁味噌などの3種類の味噌をブレンドしているそうです。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は細麺のストレート。こちらの麺ももっちりしていて、とてもうまい麺です。こちらの麺は神戸の製麺工場から特注のこだわりの麺を取り寄せているそうです。この麺に3種類のとろっとろとしたスープがしっかり麺にまとわりつき、口まで運んでくれるんですよ。こちらのラーメンは年配の方にも人気があるそうで、その人気の意味がわかるぐらい、一回食べ始めたら箸の手が止まらないくらい、とてもうまい一杯です。さあ、お待たせしました。こちらのチャーシューをいただきます。いやー、このチャーシュー本当にうまいです。肉質と脂身のバランスが良く、さらに柔らか食感。このチャーシュー、しっかりとお店で仕込まれたうまいチャーシューです。チャーシューがたくさんあり大きめなので、こうやって麺をくるんで食べていけます。柔らかでうまいチャーシューで麺をくるみ、何回でも楽しめるのが花びらチャーシュー麺の魅力の一つじゃないかなと思います。さあ、再度こちらのうまいスープを飲みながら、麺屋ひろさんの出汁の取り方は最高だということを確信した後は、もう一回チャーシューで麺をくるんで食べていきます。チャーシューと麺をくるむと、その中に野菜まで一緒にくるみ、もちもち食感の麺と野菜のシャキシャキ感のハーモニーを楽しむことができます。さあ、残りのチャーシューをスープに漬け込み、スープを混ぜ、チャーシューとスープをなじませていきます。このスープになじませたチャーシューも味噌の香りと旨味がしっかりまとわりつき、さらにまた一つうまさが増します。そんな麺屋ひろさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもよろしくお願いします。濃厚でコクのあるあっさりとしたスープ、最後まで飲み干しました。とろとろした味噌のうまいスープと、もっちりとしたうまい麺、さらに柔らか食感のうまいチャーシューを何回も楽しめるのは、チャーシュー好きにはたまんない一杯です。会員完食です。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。